皆さんこんにちは、温度チャンネルツッチーパフォーマンスです。今回は温度大阪でカスタマイズした車両をちょっと福島場所からお届けいたします。紹介してくれるのはカスタマイズを担当した小井くんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回ここなんでこんなところにいるかというと、はい、雑誌取材を兼ねて、はい、そうです、制作した車両を雑誌で撮ってもらって、はい、その後に今撮影しております。そうですね。でまた今回紹介するのがすごいよね。すごいです。ガクが思います。3台で1億5000万、カスタム機3台で6000万、トータル2億ですね。ちょっと桁が違うんですけどもうそれだけでもびっくりなのに、はい、さらにびっくりなのが、はい、3台こちらのアメタドール2台とブース、はい、もう3台が同じものなんだという、そうです全部同じ人の所有してる車。これやらせとか過去所有してた車とかじゃなく、はい、そうです、現在所有してる車、はい、増車、正真正銘オーナー様の車です。そうです、サイズもない車、はい、で、真ん中のアメタイスですね。こちらは以前そうですね、オートメッセ大阪オートメッセの時に出展させていただいて、あの土地を紹介してもらったお車です。なんでこちらはちょっと今回ボリュームありすぎるんですねちょっと今回あの頃からは、はい、もうリクエストとかいろいろさ、はい、そのカスタム内容はそのオートメッセの動画の方で紹介してますので、はい、動画の説明欄の方にリンク貼っておきますので、ぜひ興味のある方に見てみてください。はい、そしてこちらはい、もしかしたらいいね。そう、バーチャルオートさん、オートスロー、はい、あれちょっとちらっと紹介します。はい、SVJ っていう時点すごいんですけども、サマジックカスタマイズしてるから、はい、でもない SVJ をここまでいじってくるのはないんじゃないと思います。海外でもここまではいない。この辺りのカーボンパーツが全部伸びていく、はい、あ、これ伸びていくなんだぜ、はい、そうです、これ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 が伸びていく。これは交換じゃなくて被せてある、被せですね、はい、なるほど、基本被せ、はい、だからちょっとこうボリュームが、そうそう、ちょっとボリュームが増してて、なるほど、はい、これだけでも結構しそうな感じが、ここだけでも、はい、値段はちょっと最後にはいろいろ紹介はしますけど、すごいことになってます。で、あとこの下のリップの部分も、はい、そう、これが、そのエステソキットのフロントリング、なるほど、はいですね。なんで純正が、ここまでですね。で、そこにさらにもう一段こう、はい、ついて、もう一段出てるという、そうです。はい、ノーマルのウルス見るとここがシルバーなんですよ。どの色でも、はい、まあ、ここちょっと黒にはしてるんですけど、上が上で、そうです。で、その下にこう、確かにシルバーはちょっとおかしいかも。そうなんですよ。だからそこもちょっと黒にさせてもらって、で、あとフロント周りだとボンネットはい、書いてます。これは初めて見ました。はい、もうなんかウルスもまあいろいろメーカー出してるんですけど、まあ、やっぱ今回はもうノビテックでまとめよう。アベント S はこういろいろノビテックとかマンスリーとかいろいろさせてもらったんですけど、今回はエステソーをヒットつけようということで、ボンネット、はい、これがこのダクトとくぼみ、ダクトにはなってない、あ、そうです、ここがダクトになってて、この
で、くぼみのデカさ。そうなんですよ。めちゃめちゃみ、あの、雨水溜まります。はい。あの、テンシックスティでも、うおーっていう感じだけど。そうですね。もうそれ以上にガバッと落ちて、落とし幅がね。で、これそう。ここが、カーボン残して。でもなんだろう、このすごく奇抜なデザインなのに、ウルスだとちゃんとしっくりきてるというか。あとはもうこのワイドボディだからこそ、多分ノーマルでこれだけバーンって入れると、すごい違和感ある。浮いちゃうかもしれない。はい。あとは、ここも、実は、プレスが入ってて、三段こうちょっとスリットみたいな感じになってて。これ、ここカーボン目が出てるってことはもちろん全部フルカーボン。フルカーボンで。で、ここ塗り分けて、そうですね。内側だけカーボンになってる。だからもう塗り分けも、お客さんともどうするって言ってたんですけど、最終的に、あ、任せたってなった。はい、ちょっとこう緊張しながらこれがまあ一番かっこいいかなと。確かに、はい、頭にかぶこの中があるのがいいの。そうです。あ、中身もすごい。そう、中身まあ、ただノビテックのコンピューターです。はい、めっちゃ怖いね。そうです、何パリフか忘れたんですけど、何パリフか入れてくれるんですけど、ウルスでパワーが足りないっていうのはあんまり聞いたことない。そう、この人はもうあ、だからフロントプロテクションなんです。なるほど。あ、このツヤ感がちょっと、はい、ちょっとギラッとしてるんですけど、まあ言ったらあのワンオフでエスペソピット用にデータを取ってプロテクションとガラスも全部、はい、これで塩汁も施工したら貼ってます。そしてすごい裏ももう全部カーブレーシングカーじゃん。裏側はこのツヤ消しのやつなんです。そう、もともとツヤ消しだったんですけど、なんかこう、いや、塗ろうかな、どうしようかなと思ったんですけど、なんかやっぱ熱持つんで、うん、今回裏はそのまんまで。なるほど。はい、クリアが結構決まっちゃったりとか。そうなんですよ。はい。で、しっかりここに伸びていくのロゴが入っております。ちゃんと正規でいいですよっていう。はい。っていうか、もうしっかりさがやばい。本当ね、ちゃんとね、ちゃんと純正で、その、ここのキャッチとかをもう、ピタッと作る。いや、結構その安価なやつとかだと薄いんで、ペラペラでこう。そう。だから、あの、カーボンボンネットって普通じゃあ締めようとしたらダンパーが効いて、あの、ヒンジのところも、シワ寄って割れたりするんですけど、これはちゃんとしてますね。これすごいね。はい。これちゃんと本当に300キロ出しても、そう。破壊しないというか、破壊されない、はい、壊れない。トゥフトゥフ。めちゃめちゃ。あ、そうなんだ、やっぱり。はい、ここはね、ちゃんとしっかりするし、あとはこういう純正のこの辺も全部きれいに流用できるんで、はい、すげえ、まあ、ここはポイント高いかな。これはじゃあクオリティもちょっと妥協できない人にも、そうです、自信を持ってお勧めできると思う。あとこの人にも、はい、はい、でこちらこれすごいね。これが、これ純正オプションなんですよ。あ、そうなんだ。はい。純正オプションで、まあ、で、お世話になってる、こう、ディーラーがあって、で、そのランボのディーラーさんに、ちょっとまあ、なんかないですか？ウルスで他いろいろできるものって聞いて、あ、今回これ出たよって。で、お客さんに言って、おー、取っとこよってなって、付けさせてもらったんですけど、これね、いくらだっけ ?77 万くらいします。これ77万くらいしました。あの、外してつけるだけです。純正の。触っちゃいけないやつでしょ。いや、もう、すげえ。ほんとに、はい、やば。開けないと見えないです。見えないところに77万。そうです。で、しっかり交換しても、この、そうなんです。点火順がちゃんと書いてある。はい。点火順書いてあって、ここのランボルギーニとトリコローレ。これもね、全部、触ってほしいんですけど、これ塗装なんですよ。本当だ。段差がない。石膏とかじゃないんだ。そう。だから結構これ、あ、すげえなって。これすごいね。そうなんですよ。これちょっとどやれるね。そう。開けて、で、今まで、そこのディーラーでも僕がその、オーダーした分と、もう一台もう付けれるものを全部付けてくれってお客様のやつで一台付けた。はい。じゃあもう、まず見ない。まず見ない。激レアなオプションが。僕も、なんか写真だけ見て、付けよう。はい。すごい中身になっております。じゃあ、はい。もう、メインと言っても過言でない、この部分。そうですね。はい、この部分が、今回ワイドボディの、はい。ワイドボディのエステソキットに、こう、ワイドになって、でそのままサイドスカートに繋がっていくよ。当然これリップにもこう繋がる。あ、そうです。なんでリップももうこれエステソ用なんで、ここでこう。じゃあなるほど、じゃあつけられる、ね。あ、そうです。はい。そしてこれがどのぐらいワイドになってるんですか。一応ね、スペーサー入れた分ぐらいワイドなんで
ですけど、フロントで30リア40ぐらいです。なるほど、はあ、結構左右で60ミリ80ミリぐらいワイドです。だからもうあのお客さんのノーマルかと思ったっていうのは違うんですよ、こんだけ出てるんですよって言ってとてつもない車幅になってる。そうですって、まあまあ大きいから。大きいです、純正の2メーター3とかありますね。はい、そんなとてつもないこのフェンダーですよ、はい、それに合わせてあとタイヤホイールがやってまいりました。はい、あのアナーキーの S1X1 23インチで、フィニッシュがポリッシュにグロススモークオフインです。ちょっと金属感がすごい。そう、もうだからちょっとあんまりこうごちゃごちゃさせたくないっていうのはあるんですけど、もうこの3台でのまとまりを考えたフィニッシュです。皆さん思い出してください、はい、先ほどのアメンダドール2台両方ともアナーキーを履いてる。そうです、全部アナーキーです。はい、もう、すごい、もうなんか悩んだらアナーキーは。まあ作ってるの HRE ですし、まあそうですね、デザイン性もやっぱりそこは間違いない、はあ、なんでも今回もアナーキーで、はあ、恐ろしいですもうねだからもうやっぱ黒のランボー3台には全部アナーキーで全部フルカスタムっていう、ね、普通でも本当に違う色を買っちゃうよ。買っちゃうんですけど、庶民土屋だったら絶対違う色買っちゃうね。全部黒、他にも車3台ぐらいあるんですけど全部黒です。すごい、なんかそのセンスとこだわりがすごい唯一今ちょっとオーダーもらって今仕上げてる車、結構まあ長いスパンでのカスタムなんです。その車は唯一黒じゃないんです唯一確かにたまに作ると違う色が逆に目立っちゃう。そうそうそう、でも基本的には全部黒です。あ、とてつもないまとまり。だから男を頭で見るともう本当にとてつもないまとまり。はい、単体で見てます。やっぱりボディがこんだけねゴイゴイなんで、まあホイールじゃこれすごいフルポリとかもありやと思うんですけど、やっぱなんかまとまりを考えて見て見えちゃう。なるほど、ワントーンを落としてそうですね、あえてのワンピース。はい、あとキャリパーの黄緑が入って他はそんなにいないかな。他ボディがちょっとこう渋めな分、ちょっとキャリパーには明るめな接種で持ってる緑を、はい、そしてあとはこれも伸びてる、あ、全部ついてます。ここもノビテックで、あとここにあの、はい、ウルスあの特有のトリコロレカラー、うんうん、はい、あれはまあ邪魔なんで消しました。なるほど、はい、確かにこのボディだともういらない色がもはやなんでだからもうこれは黒にして消しちゃって、うん、でこれもノビテック、はい、ミラーカバーもノビテックで、で、まあ、このままこのサイドスカートが同じエステソキット、はあ、はい、これもちろんカーボン、ね、これちょっと後で言うんですけどウレタンなんですか。そうなんだ、あのノビテックって純正用をカーボンにつけるディフューザーとかはカーボンに出してるんですけど、エステソキットはフルでウレタンなんですよ。はい、じゃあもう純正バンパーとなんか同様の素材っていう感じ、はい、そういう感じです。なるほど、はい、ここはもうこのカーブとかちょっとメーターの、まあ塗るの前提ですし、そうですね、でここもノバメーター、これめっちゃかっこいいね、ここ、これが普通だったらこうのぺっていくそうなんですけど、やっぱりちょっと変化があるというか、はい、デザインだから抜けてはないんですけど、そうですね、でもやっぱりあるのとないのでは結構違うかな。めっちゃかっこいい、はい、でね、このリアのフェンダーのこれ、はい、これがちょっと V字に上がってる感じ、あんまり気にしてなかったこのランボのこのフェンダーのこれが強調されて、はいはい、リアがもうブリブリ、そう、これ走ってるとこれやばい、すごいねこれ、はい、でも逆に僕らからするとフェンダーがこう斜めなんで、ローダウンした時合わせるのも難しいです、はい、なんか高く見えたり低く見えたりとか、ここのラインお分かりいただけますか。あんまりでもノーマルのウルスだとここのラインってそんなに気にならないというか、そんなに主張ないじゃない、言ったらもうここが出てるから余計目がいって、あ、プレスラインってここら辺からこうなんかワイドになってるんじゃないかなっていう、そう大きくなっちゃってすごい。そして後ろも同様に、そうです、後ろも花吹きっていう、はい、そうです、23インチでやっぱ23じゃないとなんか、ね、24だとエラーが、あ、じゃあその辺も考えて、そうですね、だから、ノビテック本国の23なんですよ。なるほど、はい、ちょっとそこを掘り下げますとですね、24だと、はい、ね、トルクのエラーがね、エラーに反応で、原因がまだ分かんないんですよ。でも、ちょっといろいろ
話聞いて相談してる感じではまあ真似したの重要なんじゃないかなっていうところなんですけど、まあ24だとどうしても重くなるので、はい、で一応23だと今までも1ピースと2ピース作らせてで、どっちともエラーは出てない。なるほど、はあ、結構それはケースバイケースらしいんですけど、はあ、24だとたまにそのエラーが出る可能性があるということで、はあ、まあ、間違いない23ガンガン走るですね。まあ、あとは、ね、24だとこれはそれで絶妙なチョイスになってる、はい、そして後ろ行きましょうか、はい、後ろがまたすごい、そうここも伸びてで2段になってる。そうなんですよ。だからこれがね純正の羽なんですよ。あ、こっちがなんだ。で純正の羽にノビテックのこのカーボンのやつを貼り付けてその上にノビテックの羽を装着しますよ。はい、ここがねフィッティングが悪くて板金屋さんが大変だった。まあ、違う車種用じゃねってなったらしいんですけど、でもちょっときっちりつけて、なるほどな、はあ、だからここも伸びていく、カーボンいってこれも伸びていく、はい、これもこれもこれすごいね、はあ、そう、ここがもともとはグロスブラックにランボルギーニが入ってるだけなんで、だからここもカーボンいって、ちょっとしたところって言えばちょっとしたところからかもしれないけど、はあ、そうです。ちゃんと3段でカーボンきてて、でちょっとさっきツッチーがフライングで素材を聞いちゃったからごめんね、何言ってんだよ、ね、打ち合わせしないでさなんかこれ、まあ、エステソキットなんですけど、さっきあのお伝えしたみたいにウレタンしかないんですよ。でもエステソのこの形がいい、でもカーボンがいい、カーボン加工しました。あ、そうなんだ、はい、ロッピングじゃなくて加工です。はい、じゃあ本物のそうです、カーボン巻いて、カーボン巻いてます。形状がすごかったんですけど、え、待って待って待って、どっから交換してるの、はい、あ、言ったらこれ一体なんですよ。ここ純正バンパー、ここ純正バンパーで、ここからそうで純正バンパーを、カットしてつけるんですけど、まあまあね大変だったそうデザインがこれ複雑すぎて、だからここの網も一回切ったんですよ。網も一回切って穴抜きして張り込んでから網をつけて、このセンサーのところの周りもこれの受けも全部カーボン加工して、ここまでカーボン本物使っててラッピングはダメでしょっていうことで、板金屋さんとちょっとないものは作るの精神で、そうです、すげえ、お客さんこれ言ってなかった、これ前傾もすごいね、まあそうなんですね、ピンも結構立ち上がってて、でまあワイドボディに似合ったデザインなのと、あとはまあマフラーももちろん伸びてるから、あのこのデザインに似合った、お分かりいただけますか、こうなってる、そうです、尖ってるんですか、内側に使ってすごいね、そうです、これが成立するのってもうランボだけで、ランボだけですね、やっぱり他の車でやっちゃったらちょっと痛かった、そうちょっと、うん、だからこれしっかり伸びてる、そうなんです、横も横にロゴも入って一応マットブラック、なるほど、はい、あ、これ内側のステアにもちゃんと伸びてくる、入ってるね、そうです、入ってます、入ってます、ではもうなんか結構ブラバスみたいな、あのステア1個にもブラバスの、あのキーパー入ってる、さすがこうスーパーカーを手掛けるような決まりない、そうですね、ここまでやって、であとは内装、そうなんですよ、これで終わりじゃないんですよ、この車意味わかります内装をやりました、ちょっとじゃあ内装、はい、外装すごいわかるけど、はい、内装も同じぐらい手が入るんですよ。もうこのお客さんはその SVJ もそうですし、アベンタ S もそうですし、内装まで全部やります、すごいね、はい、でもそれやるとやっぱりこうコンプリートか完成度がちょっと高まる、そうですね、もうなんかあのもともとその今回中のはノビテックは出してないんですよ、だからでもなんかちょっとね、あのカーボンにしたいなっていう、だってこんなにカーボンのパンになってるウルス見たことないでしょ、はいはい、今回ディーラーの人来てうちで見てすっげーって言ってました、だってもう朝見せてもらって、はい、俺の知ってるウルスじゃなかったあれこれモデルチェンジしたって言って、本当にうん、毎チェンしたっけこれっていう、それぐらい違います、インパクトが、はい、もうエアコンの吹き出しからこのダッシュのパネル、はい、ナビのその画面の周りまで全部カーボンっていう、そうです、だからもともとこのウルスが新車でディーラーがオーダーしてた新車をちょうどいい仕様だったんで
出してもらったんですよ。で、その車が中の、言ったらカーボンインテリアパッケージと、そう、そこも変えました。そう。カーボンインテリアパッケージと、あとエアコンの吹き出し口とかがカーボンになる、そのビッグインテリアカーボンパッケージ。両方ついてなかったんですよ。あ、そうなんだ。で、いや、変えれるでしょってなって、だから純正のビッグインテリアカーボン、カーボンパッケージ、両方パーツ取り寄せて、さらに、ここのパネル、ここって、シルバーなんですよ。アルミの。このドアのパネルもそうね。しか見たことない。そう。でも、これ出してるのが、1060。あ、そうなんだ。1060インダストリーズが出してて、じゃあ内装もそれ取ろうっていうことで、ここもカーボンになって、ここのドアパネ。これも上下一体のカーボンになって。いや、メーター周りとかあれ、純正オプションのごとのやつなんで。あれもね、多分見たことないと思うんだよな。バグっててちょっとよくわかんないけど。普通ピアノブラックとかですよね、周り。いや、そこも全部カーボンで。で、あと、もう、ね、アベンタ S、SVJ、で、このウルスもそうなんですけど、エンジンのスタートスイッチのカバーってあれ、やっぱ赤じゃないですか。全部塗ってる。赤しかないんでしょ？赤しかない。ね、アベンタイスのジャパン50やったかな？5台やった。限定車。あれだけはグラデーションなんだ。あ、そうなんだ。はい。で、でもこれは、その内装の黄緑のステッチとか、キャリパーに合わせて黄緑に塗って、SVJ はティファニーブルーに塗って、アベンタイスは黄緑に塗るんです。で、これが、うちのスーパーメカの中川さん。そんな無理やでって言いながら、ちゃんとバラしてやってくれて。めちゃめちゃその蓋を取るだけでも大変。もう大変。はい。そして塗った後に元に戻さない。そうなんですよ。はい。もうなんか見せてもらったんですけど、米粒ぐらいの、バネが効いてるんですよ、スプリングが。だからちょっとこう、戻ったりするように、すごいちっちゃいバネがあって、塗ってる間それをちゃんと置いとかないといけないし。これ、まとまり感もすごいね。だって全部このステッチとかさ。はい。もう全部。刺繍が全部このキャリパーの色、はい、そうスタートの蓋の色に合わせて逆かステッチの色に合わせて、ね、ステッチに合わせた、はい、すごい恐ろしいです。おー、だからこのウルスはもうやるところがないかなっていうぐらい仕上げさせてもらったんですけどね、朝どうしたらいいかな変なもんじゃん。ノーマルじゃん。そう。いやいやノーマルではない。そう。はい、いや、はい、本当にお母さんびっくりしてた。ちょっと手面がご満足いただけなかったようです。手面というかボディがもっと出ててもちょっとじゃあ確かに。だから1060のワイドミディだと肩があと2センチぐらい出るので。メーカーによってそのすごく出したい人は、はい、そうです。1060でもいいですし、はい、まあ、いろいろ選択肢。ホイールも当然、はい、モーターの炭素ホイールですから、オフセットも、そうですね、もいろいろできますので、ご相談いただければ、これを参考に、ちょっとこう、違うものを作ってもらっていきます。はい。で、じゃあ、今回、新車から全部実装させてもらって、トータルが1,720万でしたカスタム品。家がございます。はい。どうしたんですか？トータル。今回はちょっと情報量が多すぎてそうですね。ウルスだけでもそんな感じなんですけど、まあ、ね、しつこいようなんですけど、本当にやらせじゃなくて本当に本当に同じような旦那様の健康の車両っていうか、そうで全部、まあ、ウルスはちょっと共同車なんですけど、2台もガンガン乗ってます。普通に奥さんと朝ちょっと洗車させてもらったんですけど、本当にもうブレーキ出すとかガンガン出てるんですよ。ちゃんと乗ってる。飾ってしまいというじゃない、そういう感じじゃなくて、やっぱり車乗ってなもん。はい、というわけで今回はモンド大阪でカスタマイズさせていただいた車両をご紹介させていただきました。はい、もういろんなことができますよ、ね。なんでしょう、ないものは作るので。そうですね。この中間のあとはもう完全ノープランでお任せなんで、もうできます。もう、これは最初の方で。なるほど。はい。じゃあもう何でもご相談いただければ、いろんなことができると。ざっくりで、とりあえずこんななんだけどなーって言ってもらったら、こうこうこうでこんなどうですかっていうで。しかも、僕の場合、車両販売のお作品で。そう
ぜひお気軽に。